偏るな。今日だけひらめしかやってないぞ。よろしくお願いします。まあ、いいや。武器は変えたので、スプラスピナーコラボにしました。一応バリアがついてて、サブがポイズンなので、今回ポイズンミストではなく、ポイズンなんですよ。同じところにポイズンが、とどまるのではなく、敵に直接つけれるポイズン。スプラ2との違いがね、あるので、それも見せていけたらいいなと、思うんですけど。まあ、一番いいとこはこのバリアなんですよ、バリア。無敵があるのよ。攻撃されてもやられないのよ。そこ多分カーボンいる。これだ。なんかいっぱい飛んでくる。これ味方に一回バリアつけて。バリアは味方につけることも。あれなんかやれてない。なんで今死んだの。ちょっと。なんかラグじゃないこれ。おかしい。俺は今、おかしい。ドドドドドって。あれなんだけどな。スプラはしょうがない。スプラ1は、さらにラグくなったらしいよ。なんか、スプラの回線が凝縮されたらしく、すげえラグくなったらしい。まあ、全然やってなかったから、あんま覚えてないんですけど。カーブいそうだな。いるな。クイボ投げてきた、今。怖いな。カーボン強いよな。いそう、怖い。うわ、めっちゃ怖い。警戒しすぎ。あ、なんか登れなかった。まあ、バリアがあればね、十分です。あっちにいるね。うわ、これ守ってあげたい。ちょっと待って。行かないで、待って。俺のバリア、俺のバリアつけれなかった。うわぁ。ダメだったな、ちょっと、行っちゃったな。バラバラだや。このステージ、スピコラ、ちょっと意外と難しいかもしれん。チャージする時間が、シビアなんで。いない。抜けてる？大丈夫だよね。よし。せっかくだから、ポイズンバリアしたいな。やれそう。帰ったか。カーボン急に出てくるので気をつけないと。危な。クイボ強っ。クイボ強いな。ボム。あ、味方飛んできちゃったよ。あれは守れんよ。まあでもなんか大丈夫そう。やばいな、スーパーショット。ブレ、ポイズンバリア。あ、逃げられた。ちょっとスペシャル当てられたからか。オッケー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 。よし、相手ピンチついてる。ナーイス。塗りが強いから。スピコラ。当時俺もちょっと使ってたんだよ、この武器。ありがとうございました。いいね。あれ、なんか回線落ちてる。いたのか。はい、マッチングしました。ヒラメガウカしか来ないですけど、ヒラメガウカです。今日なんかずっとヒラメしかやらない説あるぞ。よろしくお願いします。今度こっちから塗っていくわ。スペシャルを溜めつつ塗りつつ、で、バリアを使ったら使ったで後ろ戻って塗ってスペシャルを溜めてくるっていう、まさに悪魔。まさに悪魔的なことができるから。え、怖っ。なんか狙ってない？いるなんか狙ってる俺のこと。頑張ってる。初心者かな。めっちゃ頑張ってる。あ、あー、降りてきてた。びっくりごめんなさい。ちょっとなんか、竹にスペシャル使っちゃったごめんなさい。竹にポイズンバリアした今。オッケーオッケーオッケー。こっちはいない。もう一回スペシャル溜めちゃおう。すぐ溜まるんでね。スペシャル増加はつけてないけど。あ、なんか溜めにくくなったんだっけ？調整で。スプラ1のアップデートの内容とか全部忘れて、いとう！さっき倒した人かな。おぉポイズンバリアごめんなさい。逃げたか。
なんかチャージャー多くない？チャージャー多いよね。怖いな。でもなんか結構塗ってればいい気がする。チャージャー多いし頑張ってる後ろ来たな。上か、上だ。あわー、ごめんなさい、ちょっとパイズン、ポイズンだけ、ポイズンだけポイポイしてた。びっくりした。これ上から来るのびっくりするなすげえ高いもんな、位置が一番高いんじゃない、スプラトゥーンで。え、2とか入れてもさ、まあ、タチヨも高いけどさ、なんか2段目3段目とかあるじゃん、タチヨって。で考えるとさ、落ちてく量はここが一番高い気がする。ナイス、ありがとう。よし、チャージャー怖いから様子見つつ敵陣地抜けよう。悪いこっちもいる。あ、シールドの方。危ねえ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 。怖っ、チャージャー。チャージャーこのステージ戦いづらそう。え、なんかジグンにいるんだけどどっちがジグンか分かんなくなっちゃった。俺も抜けよう。なんかジグン入ってしか、チャージャーまで入ってよ。スーパージャンプで飛んできたんだろうな。怖っめっちゃ見てるめっちゃ見てるバリア使ってお、ジグンが逆になっちゃったよ。で、どうだろう、これ味方次第うちのジグン次第だ。うわ、ぐちゃぐちゃ。待って、チャージャーだし、濡れないでしょ。危な。危な。危なかった。負けてもおかしくなかった。相手チャージャーを。もうダメだ。もう、ひらめ以外できないよ。もう今日はひらめで楽しみましょう。ひらめを楽しむ。しょうがねえ。あ、そういえばなんか、このステージの都市伝説が、昔、あってさ、都市伝説っていうか、小ネタみたいな、ありまして、なんか夜中、フェスの時とかに、散歩すると、なんかよくわか、うわー、姫ちゃんキャノン。怖いわな。なんかドンピシャだったね。そう、なんか、夜中に行くと、変な声が聞こえたり、なんか、布団がね、置いてあるんですけど、布団が、なんか人の顔に見えるらしいです。何がそうなったかわかんないんですけど、なんかそう言われてた気がする。あんまり覚えてないけど、でもそういう噂がな、調べたら出てくると思う。俺は調べるまでもなかった。なんかとてもよかった。やりそう、オッケー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 。あれ、相手少なくない？でもさ、回線落ちしたかぶっちゃけわかんないよね。すいません。オッケー。うわ、危ねえ。正しい。これは、ポイズンバリア。待って。オールダウン取らした俺に。え、消えた。あっち行ったんか。怖え、怖え、怖え、怖え。危ねえ、危ねえ、危ねえ。味方助けに来てくれたの。はははちゃちゃちゃあ、怖い。君ちゃんキャノン撃ってよ。なんかチャージャー多くない？危ないよ。怖っ。すまん、あれ坂で当たんなかった。危ねえ。これ味方にバリアつけたんで、一緒にあははははは、ごめんカーボン怖っ。あ、かもしれん、ヒーローローラーかちゃんと武器見てなかったけど怖っ。いや、でも強いな、あのポイズンバリアは。敵を逃がさないで確実にやれるってのがやっぱいいわ。2にはない要素だわ。もう敵も来れなくなっちゃったんじゃない。もうチャージャー多いもんな。このゲームなんかすごいスプラチャージャーとか多い気がする。びっくりした、下にいたの。ナイス。やばいやばいやばい。でもピンチついてるからなんとか。お、なんかいる。
やばい、大丈夫か、大丈夫か、大丈夫か、やばい、やばい、逃げてった。うわう、何の大丈夫かは。え、なんか消えた。消えたぞ。回線落ちた。落としたのか。消えたぞ。ありがとうございました。スピコラは、やっぱり強かったです。久々、ちょっと楽しかった、このポイズンバリア。ありがとうございました。